今夜のゲストは Perfume の皆さんです。よろしくお願いします。お帰りなさいませ。キャピキャピしてますね。そうですか。じゃあ早速自己紹介をお願いします。はい、カシュカです。はい、あーちゃんです。のっちです。3人合わせて Perfume です。よろしくお願いします。すいません、これが見たかったんです。あ、そうですか。今聞きましたよね、ブレイク中よね。そうなんですかね。なんか自分たちではすごい実感がないんでわからないんですよね。あ、本当。はい。親戚増えたりせんかったっけ。あ、友達増えました。友達増えたでしょ。友達増えましたね。いろんな各地方あのキャンペーンで今回ってるんですけど、うん、こうなんか回ってると CM 見ました、あの CM をこういろんな人がこう全国の方が見てくれてるっていう意識が全くないので、うん、テレビで見ても、うん、自分がこう DVD を流して見てるみたいな。のために今始めよう。実感ない。はい、ないですね。もちもない。ないですね。なんか自分たちは何も本当に変わってないので、うん、なんかそうやって急に言われるとなんか、え、どうして、何で、え、どう、なんで、なんで、すごいなんか戸惑っちゃいます。秋葉原とかでもすごいんでしょ今。あ、そうです。でも最近はちょっと秋葉原の方に行けてないんですよね、うん、すごかったよね、あの時は、うんうん、すごかった、ね、みんなカメラこんなこんなんなんですよ。そうですよ。あれでしょ、こんなんのこういう脚立とかちゃんと持ってきてスタンバイ OK みたいな。ストリートライブをゲリラでするのに椅子持ってきてこうやって座ってるんです、うん、絶対Perfumeの子なんて知らないんですよ。そう、知らないけど何かなってるから撮ってきゃいいかみたいな、うん、そう、誰でもいいからとりあえずみたいな。しかもこんな望遠をこの距離から撮ってるんですか。近いんですよ、毛穴がみたいな。本当いろんなとこに思い出いっぱい詰まってるでしょ。そうですね、うん、もう広島からってどこもここも行きたいから、うん、車の中で、あのどんぐり村って知ってますか、武蔵の。どんぐり村がうちの家の近くだったんですよ。あの辺でも住んでたんで、そこにこう暇があれば、うん、みんなであの大きい巨大滑り台を、ね、やったやった。そこはね、行きたいですね。行きたいね。Perfume広島時代どんぐり村で遊んでたんですか。遊んでましたよ。バッチリ戯れてました。どんぐり村で、はい、のっちゅうどうですか、広島の思い出。のっちゅうはあの福山から、うん、あの電車でずっと広島まで通ってたんで毎日、うん、なんであの広島駅の汗、うんうん、いろんな店が変わってたり変わってなかったりしてて、うん、毎日のように買い物してたんで、うんうん、あ、変わってると思うよ。うわ、変わってるんだ。そうですよね、駅前は結構変わってますよ、うん、もう東京慣れた。さすがに慣れましたね、もう5年目になるんで、うん、もう渋谷とか全然平気。もう渋谷大好きですよ。渋谷大好き。かしが庭ですから、はい、私の庭なんで。渋谷の庭。広島はどこの子だったのかいね。広島は東区の牛田っ子でしたね。東区の牛田っ子が今渋谷を庭に、はい、でも東区も町ですよね相当。まあそうですよね、どんぐり村に比べたらね。どんぐり村は否定してないですよ、いいとこですよ、うん、牛田に比べたらどんぐり村の方が自然が豊かかなっていう。あ、そういうどんぐり村出身のあーちゃんは、どんぐり村出身じゃないですから。もうちょっと差し上げるですよ。いやいや、こういうのがです、こういうのがこうスポンサー的な動きになってくるわけですよ。あ、まあ、じゃあどんぐり村出身で若手結びいつでもやりますよね。どんぐり村の皆さん、オファーお待ちしております。ライブが決まりまして、うん、はい、ワンマンライブ11月の3日に、うん、行います。行います。思い出の地でね、こうできるっていうのはすごくありがたいことですし、うん、まあ、今回このポリリズムで、まあ、改めましてPerfumeですっていう感じで、うん、これから、あー、Perfume、まあ、俺が育てたみたいな人が広島結構増えてくるのかなって。あ、そうか、会ったことない人から、カシウカ大きくなったなみたいな。知らないでしょう、知らないでしょうみたいな。本当にいろんな方にお世話になってて、うん、本当Perfumeは周りの方にすごく恵まれてるので、うん、もう本当感謝しないといけないですね、うん、やっぱ広島の方は特に。やっぱ嬉しいですもん、うん、広島からこう出てきて、うん、今全国に広がってって頑張ってくれてるっていうのは、うん、本当だからね、これからも応援していきますんで、はい、よろしくお願いします。また遊びに来てください。はい、今夜のゲストはPerfumeの皆さんでした。ありがとう。